よし、これはやってまった。こいつはやってまったぜ。よいしょ。あ、本日2016年9月の1日、ただいま1時のパテモソ協会日記飯です。本日は素揚げとかしてスープカレーしました。うん、暑いな。スープカレー初じゃない、昨日の夜も食ってんけど、昨日の夜食ってうまかったから、スープカレー素揚げしたレンコン、かぼちゃ、ナスで、じゃがいも、人参、普通ですね、煮込んで、ラムチョップも入ってます。で、スープカレーはこれ、ベル食品のこれ、合わせ気あるかな、俺の顔追従しすぎて合わせる気ないな。これです、これ使ってます。ちょっと換気扇止めてくるわ。換気扇止めよう。よし、あ、というわけでね、いただきます。はい、お色直しも終わりました。あ、こちらの方ね、誕生日プレゼント、まあ1月なんですけど、私ね、あのよく東京で飲み会によく参加してくれてる子が、パテさん東京来ないから誕生日プレゼント渡せてないから送るねって送ってくる。これパテモソ協会さん、これピザオブですよね。ピザオブですの、あの県横山のね、ハイスタンダードね、どこのやつのだと思います。というわけでね、ありがとうございます。いただきます。ほんとね、9月になりましたよ。9月に、うん、スープカレーって関西人馴染みないからな。関西人とか北海道以外の人馴染みないっしょ。うん、めっちゃうまい。これなんやろな、このうまさ。これね、ラーメンとかでもいける、スープラーメンでは、スープラーメン一緒か。このラーメンのスープにこうやってつけてご飯食べたら美味しいっしょ、多分あれと同じ感じ。あ、完全なのね。うまいけど女子飯やね、これ。うん、女子飯、女子とかこういうの好きやろな。うん、だってさ、女子飯ってさ、基本的に飯とかにスープがついてくるやん。男子飯で大体スープついてこれ、ついて味噌汁やん。だからね、このスープっていうね、響きの時点でね、もしやと思ったけど、やっぱね、女子飯だね、これ。うん、ラムチョップもいただきました。うん、うまっ、おいしいです。いやー、これね、多分ね、ほんと馴染みないと思うんですけど、やってみて。でもカレーであり、カレーじゃないよね、全然。うん、邪道感半端ないけど、うまい。ここね、数日間ほどね、ツイキャスもせず、動画もね、あんまね、天一の動画上げただけで、あんま動画上げてなかったんですけど、アニマルパテモソの方は一応予約投稿してるんで、まだあと半月分ぐらい今の時点では投稿されてるんですけど、毎日ね。
あのね、まあ、お出かけしたりね、工作してました、うん、工作やね、まあアニマル、まあ、主にアニマルパテモトの動画を撮ってました。でもね、いろいろとね、慌ただしく過ごしましたね。一瞬で、うん、なんか日が過ぎていくような、この間の休みなんてもうほんと朝早くから夜までね、うん、活動しましたけど、まあとても有意義な、うん、お時間でしたね。お出かけ動画の方もね、まあここでは、うん、飯通りじゃないんで投稿されませんけど、アニマルパテモトの方でね、うん、この間出かけたやつは9月の3日に上がるかな、うん、8月はね、金魚を買ったりとかね、ちょっと俺の中の夏休みの自由研究みたいなね、あったでしょ、小学校の時に。うん、大人の自由研究みたいなね、うん、感じで8月終わった時点で一つね、この夏やったもんにね、形を作ろうかなと思ってやってたんけど、これがようやく昨日で、うん、昨日ほんまだけど、うん、昨日やな、ほんと昨日でね、ほぼ形になったりは、うん、まとめ的なね、うん、動画が撮れたかなと思いました。うん、昔はそれはね、学校とかでね、うん、ね、宿題とかそのやってきなさいよとかいうような感覚でやってたことをあえて自分でね、誰にも言われずやってみるっていうことは結構ね、俺はね、面白いんじゃないかなと、うん、まあ、常々思ってます、まあ、工作とかにしてもね、うん、まあ、だからそういうもん買ったらいいんやけど、作りたいというかね、うん、で作る方が面白い、うん、そういうのはね、やっぱりこの夏皆さんの子供たちのね、夏休みが終わるとともにおっさんの自由研究もある一つの形にたどり着くというね、うん、まあ、道筋しか立ってないですね、これから先の、うん、これやっていこうというところまで持ってこれた、このことがね、うん、非常にね、良かったかなと、うん、思ってます。何やってたんや言われたら分からへんけど、まあまあまあ、アニマルもアニマルパテモト見て、うん、アニマルパテモトリンク貼ってないけど、うん、チャンネルトップページのところに、うん、入っちゃうと思うんで、うん、ちなみに今公開してるアニマルパテモトは金魚水槽に限っては2週間ぐらい前の話の状態なんでね、うん、これちょっと今から見るとね、もどかしい、もどかしいというか何やってんだよみたいなね、うん、感じもありますけど、まあまあね、うん、紆余曲折あってね、今だからね、やっぱり動画を毎日上げてたっていうのも良かったのよ。てか毎日上げようと思ったけどね、8月は、うん、アニマル動画はね、俺が勝手な自分に対する宿題として
それも一応ね、まあ、ちゃんと達成し、まあまだ未だに毎日ありますけど、9月入るまでにこの間の休みからね、いろいろやれたことが大変良かったと思う。何の話かまた、まあ、とりあえずというわけで、まあ、大半の人はねどうでもいい話なんですけど、まあ、キャストもその辺もまたやれると思うし、うん、花も思いっきりかかめると思うから、うん、まだね、まあ、これだってだからこれ今日作ってた時はねツイキャスで調理配信してたんで、ね、もうすでにこういう話はキャスの人は知ってるかもしれないけど、まあ、今日からまた動画をちょこちょことこっちねメインチャンネルの方ね撮っていきたいと思いますんで、僕の動画が好きな人だけよろしくお願いいたします。アンチも一再生とか思ってませんので、二度と見ないでください。アンチの方はマイナス評価つけてどっか行ってください。またこんなこと言うとね、あの動画のねマイナス評価すごかったからね、マイナス評価といいね評価のねこのせめぎ合い、俺の今までの動画にないぐらいプラスとマイナスのふとせいプラスとマイナスのぶつかり合いみたいな感じのね、うん、見てんやそんだけアンチもと思ったけど、まあ、アンチだけじゃないけどね、単純に動画を見てマイナス評価入れたんだけど、まあそれすらね、うん、そうだと思いますけど、うん、まあ適切な、うん、間違いのないマイナス評価だと思いますけどね、まあそういう人も含めて、まあすごい評価が入っちゃうんで、いろんな評価ね、ありがとうございました。あんだけ見てもらってんやっていうことを自分の中で実感できてよかったです。というわけでね、立松評価本日2016年9月の1日秋開始でございました。というわけでごちそうさまでした。